はい、皆さんこんにちは、河内長野市議会議員の道端俊子です。今日はお盆休み初日ということで、世間はお盆休みなんですけど、議員は絶えず活動しているという形で、今日は議員インターンのみんなもちょっとお休みなんで、配信のテストをしております。久々に、OBS というこの配信のソフトのテストと、マイク、それから、この音とか映像を、アレンジするミキサー的なやつをですね、テストしております。音がクリアに聞こえてたらええかなというのと、映像の方はですね、今日は、iPad の画面を使ってやっております。で、録音してるのは、MacBook Pro を使ってやっております。うまく聞こえてたらいいかなと思っています。で、今日はですね、9月の一般質問の内容を今ちょっと練ってるとこなんですけど、皆さんの地域にも、ゴミ、地域で管理されたり、それからゴミステーションがあったり、市によってはお家の前まで取りに来てくれる個別、ゴミ収集という形があったりですね、いろんなこう形があるんですけど、地域で、ゴミのトラブルがあったりとかですね、例えばこう出し方がうまく出してなくって、例えばこうまとめて出さなあかんところに、日を間違えて出したり、違うものを持ってこられたり、それがネットにかかってなくてカラスが飛んできて散らかしたり、いろんな、ゴミにまつわる課題がねあるという中で、当市もいろんな課題があります。河内長野市はステーション方式という形で、地域の方が一定のところまで持ってくる、これがゴミステーション方式で、高齢者の方とか、体のちょっと不自由な方とかですねに対しては触れ合い収集という形の対応をしてるんですけど、いろんな課題がある。その中で、今後どのように、人口が減ってくる、そしてまた地域でも自治会で管理しているところもあれば、自治会に入ってなくって、お掃除もされない方とかね、いろんな課題があるなと思って、それも含めて、いわゆるゴミっていうのは SDGs と言われるねいう部分の中で、地域と、それから国、それから住民も含めてですね、しっかり考えていって、ゴミを減らすことを、それからちゃんと処理してくれること、そしてゴミを出した出し方もそうでしょう。そういうこともしっかり話し合っていくことが大事かなと思っております。それをちょっと一般質問で盛り込んでですね、9月度はやっていきたいなと思っております。で、また事業者様のですねゴミについても、ちょっと値段が高いかなと私自身は思ってるんですけど、その算定方法についてもですね、しっかり、打ち合わせっていうかね、リーシャ側からヒアリングしながら、適正な、ゴミ袋、それからゴミ収集の価格をですね、ヒアリングしていきたいなと思っております。そういうのを含めて今お盆の間にしっかりこう調査したり、地域を見たり、地域の方からヒアリングしたりっていうことを今しております。そしてもう一つはですね、なかなか解決できない問題がいろんな形であるんですけど、道路も含めてですね、それから6月に一般質問した内容についてもまだ解決できてない部分もあるんで、その点についても深掘りしていきたいなと思っております。はい、とりあえず今そんなことをお盆の間にしっかり詰めて、9月の一般質問にですね行かせるように取り組んでまいりたいと思います。今日はちょっとだけ、配信のテストも含めてさせていただきました。ではまたお会いしましょう。今日は8月の13日、お盆の始まりです。ではまたお会いしましょう。